と ST スタジオ、イエーイ。ということでやってまいりましたけれども、やってまいりましたね、うん、今日もね、えらいオレンジに囲まれてるな、ね、明るいな、すごい、ね、前がポップですね。いや今回をちょっとね紹介するのも怖いレベルです。あら、なんか最初からテンションがもうなんかヤバそうじゃん。それはまあまあいつも通り後半にやるとして、はい、ん、何、お、ん、なんか声したね。てか待って、今俺がんって言ったと思った、もしかして。うん、俺他のんが聞こえたんだけど。お、俺も多分、おい、おい、えぐは、え、ってなんか言って、おい、やん、え、今のは全員聞いてるね、今のね、今のガチガチ言ってんの。うん、ちょっと今、んっていう事件はない。そう、いや、わかんない、わかんない、んって何。いや、俺が、うん、じゃ、うんって俺言うと思うんだって、今現時点で。んって、え、ここ全員普通にこの辺誰か言ってる。そう、俺誰かの声だと思った。そう、俺もこっちじゃない。てか俺もその、んが聞こえて、うんがタイミングおかしいから俺向いたの。そうそう、何言ってんだこいつ、怖い、最初から怖い、マジで言うてんのか。まあ、まずはいつも通り自分たちが気づかないでコメントで発覚した、調査オブホラーナイトをやっていきましょう。あ、調査班の皆さんありがとうございます。ジャブとかっていつもボディブロー来るからな、しょっぱな。本当だよ、ブローだよ。一つ目は大事件を予言していたゲーム参戦、これにも数々の現象が入っていると。なるほど。まず1分11秒で声ですね。秒数が怖いわ。ああ、いったー、自爆になったー、自爆ですね。はい、わからん、わからん、わかんない。まあこれはまあ無視ということで、まあこれは違いますね。スルー、違うな、多分。4分26秒です。はい、どこのゲーム？これね、アメリカのゲームだね。まあそうだね、怖くね？あれじゃない、今もう誰かの声っぽいけど。そうね、あー、いやでも確かに、なんか怖くねえわ。あーっておかしい、入ってるっぽいわ。しかも喋ってるとしたら誰だろうっていう問題やね。続いて4分32も声が入っているみたいです。はい、アメリカじゃないねん、アメリカじゃないねん、アメリカじゃないねん。あー、これか、すげえ、なんかすげえ、結構がっつりだ。誰も王じゃないんでしょ、多分。誰も言ってないね。やっぱコメント欄の調査なんすごいよ。すごいね。すごいよ。ちょっと待とう。感心するのやめ。怖がろ。続いて9分15秒ですね。コメントみたいなのが入ってるみたいです。目の中の席がもうぶわー出てきています。もうちょっと喋らせてあるよ。ごめんね。うん、これはノリでしょ。ノリ。これはノリやね。これは俺。ごめんね、言うてるよ。それにしてはなんか口が動いてないよね。ノリだけどなんか変な違和感が、ね、ノリっぽくないよ、確かに。まあこれはいいでしょう。今日はちょっと後半が本当に笑えないので、ごゆっくりしていた方がいいと思います。ちゃんとジャブやった、よかった、ジャブで。2本目の動画、怖いものなしの真帆に過去最大の大きな霊の声が連発で襲いかかった。出たー、出たー、バリビビってたやつだ。真帆さんと初めてホラーナイト撮った時なんですけど、5分34秒に変な音が入っています。何？聞こえてるよね。うん、あーいいじゃんね、うんうんうん、したね。でもあんな小さい音だったら普通入らないぐらいじゃない。まあジャブですね。ジャブですね。完全ではあるけど、すげえわこのグループ。ジャブとか言っちゃうんだ。続いて9分13秒に舌打ちですね。舌打ちはいないですよ。あっ、うそでしょ。え、ガッツガッツ、ガッガッガッ、怖っ。え、どうやってやんの？無理じゃん。え、多分ほんと真横とかじゃないと無理でしょ。ターボの声よりでかい。ああ、下打ちした瞬間に正義ビビってんな、この時な。何ビビってんだ。あっ、あー、悪いやつだな。ガチビビリしてる。怖い、片方出ない。はい、ということで以上のが今夜のジャブです。今日は珍しくね、本当にジャブでした。なんか、楽しく見れたら、もうかわせますよ、これくらいジャブだったら。でも全然ドスン言うとべ。え、嘘、何も聞こえなかった、マジで。全然聞こえなかったよ。問題のシーンに行きます。
問題らしい。なんでしょう、それは。俺はめっちゃ気になってる。最強レベルにやばいです。あ、マジで超えてきた。タマオのコラボの動画なんですけど、あ、はいはいはい、タマオが、霊感のある女の子に電話をしたんですね。はい、はい、したね。まあ、ちょくちょくテレビ電話のテレビ画面を映してたんですけど、その女の方が、うん、首絞められてます。えっ、いや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 、それはちょっとそれは信じれない。信じれない。無理があるわ、それは。信じれないわ。ちょっともう見んの怖いのに。ええ、首絞められてる。そのシーンは10分39ですね。えいや、もうやばいと。え、ちょっと本当に。どんな声聞こえた？声なんか、って聞こえた。え、誰もいないよ、俺ら以外。あ、でもなんか、ちょっと遠かった。遠い？あ、1階に、1階でよくね、女の人の声が聞こえた。1階でよくね、女の人の声が聞こえた。うわぁ！え、いや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 、何これ。待って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 。遠い？あ、1階でよくね、女の人の声が。うわぁ、うわぁ、待って、えぐ。もう自分の手じゃないよ、下がり方。いや、白白い。え、これマジやばい。ガチモンだわ、これ。こう言ってるもん。自分で無理じゃない？これやばい、ガチで。絶対無理でしょ、こんな。自分じゃこうだ。これは。よく見て、よく見て。こうなってる。え、マジ？ひらが。ひらなんだ。本当に？これ、マジで怖いから。言う、怖いかもしれないけど。逆手なんじゃない？うわぁ！あ、もう、あ、そういうことか。それをね、意識してみるともう、あ、それやばいわ。やばいことです。マジでやばいって。ちょっと遠かった。遠い？あ、1階でよくね、女の人の声が聞こえる。うわぁ、うわぁ、おかしい。絶対おかしい。こうだよ、人がやったら。まあ人は絶対無理。自分は無理だ。自分は絶対無理。こうはいけないもんな。で、白すぎる。角度的にもうまっすぐになってるから、こんなんじゃないと無理だ。何が怖いってさ、真珠ハンターのリコさん、階段が一番怖いって言ってたよ。あ、言ってた。一番怖いって言ってるところになって。う、え、え、何？うわ、3本？え、指の本数、え、3本？え、完全に下がった。うん、うわ、完全に逆手だし、手のひらちっちゃすぎる。 ST のここが怖いっつって自分自身来ちゃったんでしょ。そうだ、それなのか。意味わかんないよね。行ってしまったのか。霊感あるから、もともといたのかもしれない。その霊はうちの霊っぽい感じがする。こっちから出てんじゃん。うん、こう画面から出てる。あ、そういうの考えてやばいな、また。もうでもあれやばい、マックスだよね。もういい？歩いてたよ。聞こえたよ。階段。え？下。俺も聞こえた。下下。ペタって言う。そんな。ペタって。裸足みたいな。そうだみたいなね。このタイミングで階段から音聞くのやばすぎない？やばいってそれ。怖っ、この動画。今。これなんか変な。やばいっすよね。なんかおかしい。なんかおかしい。なんだこれ。え？なんかパリパリ言ってる。なんか突き始めて、なんだったね。換気扇オフですよ、だってさっきまで。勝手についた。上におるわ。何？何？ガタガタ、何ガタガタ。なんかメキメキずっと言ってる。上で歩いてんじゃないの？もういいって。ちょっと歩いてんだわ。ちょっとここまではっきりしたもん見るとちょっときついね。そうですね。でもやっぱ手が出てるから、公平のやつも。同じ色で同じようなサイズ感ではある。確かに。青白いというかね。たまちゃんの動画でヤバいのが起きたっていうのを皆さんに報告して、まあ我々のね、家だったので紹介させてもらったという形でございました。はい、はい、もしかしたら、まあ、僕こっちの例かもしれないし、関係ない例かもしれないんですけれども、うん、こう人ん家に乗り移るのがあるのか知りたいよね。知ってる人いたら。俺らの例なのかあっちの例なのか知らんけど、こんなはっきり映ったのは事実だからね。うん、まあ恭平のもはっきり映ってたけど。ああ共通してるのがやっぱ逆手っていう。恭平のもこういう出方してた。ホントだ、もうちょっとやめて。はい、ということでゾッとしたりびっくりした皆さんはチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。
足を振ってゆるマジよえガッ